だからシフトせない感じ話になるよね。ちゃんとこれ順番に行きな。なんでいきなりそこでオリジナルが発生してる。はい、こんにちは、フィジョンゴルフです。今日はちょっと理系やな、内容が。なんでちょっと頭いるよっていう回です。まあ片手打ちのね、結構と動画の再生回数が上がってるんですよね。で、皆さんこうその片手打ち、それだけなんか自分としてはちょっと意外で、片手打ちをやるとこんだけ回るのかなみたいな。まあでも片手打ちってすごく大事なんですよ。で、なんで大事かっていうと、片手打ちをすることによって、まあ役割ですよね。右手の役割とか左手の役割っていうのが分かってくるんですけど、それ以前に実は片手打ちで何を磨いているかっていうのがもう少しはっきりしてくると、片手打ちの練習もちょっとこうモチベーションが上がるかなと思ってちょっと考えてまいりました。はい、はい、ありがとうございます。そもそも片手打ち、まず今日は右手、今日は右手ですよ。右手でやりますけど、アドレスした時に腕とボールとのこう関係を考えてみようっていうことなんですけど、まあ何をこいつややこしいことを言おうとしとんねんっていう、ややこしいこと言いますよ今から。いいですか。まずよくこう振り子運動だっていう話があるんですよ。で、そうするとややこしい話するくせにややこしいこと抜きで、まず振り子って考えた時に、まずこの皆さんこう今もどんどんこう上げられてきてるんで、こう手首を返しましょう。なんでかっていうと、ここに振り子が発生してるからですっていうのをね、もうなんていうかな、いっぱい動画でも上がってます。で、これが第一振り子で、で、今度はこう肩を動かすと、これが二つ目の振り子で、この二重振り子がうんぬんかんぬんっていうのがこうやっぱりあるんですね。で、そもそも二重振り子も減ったくれも、僕からしたらまず右手はいいですか、手は今、おもむろに構えたときに、手はボールの上にいます。上にいます。わかります?で、肘はボールよりも右。要するに、飛球線にで考えると、ボールの右肘は後ろにいます。肩は、それ、さらに後ろにいます。要するに、手、肘、肩って順番に後ろにずれていってるわけだから、ここを手首を振り子にして、これはここが支点になってクラブを動かしてるんやから、これはなんとなく理解できるんですよ。でも皆さんいいですか、ここに支点があって、ここで円を作ったらこんな当たるに決まってるんですよ。で、くれぐれも言っときますけど、この手首だけでここでこうやって打てない人いると思うんです。で、もっと言うと二重振り子どころじゃなくって、私に言わせると、ここに一つ振り子あるじゃん、うん、うん、はい、ここに一つ振り子あるじゃん、はい、で、ここを支点にした振り子もあるじゃん、はい、あ、二重振り子や、ここを支点にした振り子、あ、三重振り子や、そうよ、まだあるよ。どこ？後ろ。どこ？肩。首ってこと？うん、首ってこと？いや、ここを動かしてるのは肩甲骨やから。もう関係ない。うん、だからここは肩甲骨を交えたもんやから。うん。うん、ここは、だから一つ、二つ、三つあんねん。うん。けど、多分やけど、ここをここだけで、こうやって動かせない人が多分おると思う。そもそもそれ振り子の動き、本当に振り子ってこうやから、うん、ヒンジとアンヒンジやけど、うん、ボールと自分とにこの距離があるやんか、はい、そうしたら当たり前やけど、うん、これだけじゃ打てるわけないじゃん、うん、この距離があるんやから、うん、ナチュラルに回ってるさ、こうやって、はいはい、ローテーションも入ってるさ、うん、そう、うん、だからそのローテーションと、うん、もちろんヒンジの動きを入れた動きを、うん、はい、これが手首の振り子じゃん、うん、でこの手首が肘まで来た時に、うん、手首が、うん、よーいどんスーッと肘まで来たよね、はい、はい、肘の下に来ました、はい、揃いました、はい、
時に今度ここが支点になってこうやって上がるわけやな。はい。そう。はい、ここ行きました。ここ行きました。はい。うん。こうやって順番に振り子を作っていけばいいな。うん。ほな打てるようになるよっていう。だから片手打ちの練習してねってことなんやけど。うん、で、構えます。今手はボールの上にいます。ここ行きました。肘も下に来ました。うん、はい、今度肘支点で上がります。うん、はい。で、肘支点で上がったよね。じゃあこれを今度肘支点でどこまで上げていくのっていうと、うん、肩がまだボールの右にいるじゃん。うん、じゃあこの肩をボールにセットしないからね、今度は。うんうん、ね。ここが支点でしょ、うん、次ここが支点になって上がったでしょ、うんうん、でこれまだいい、うん、ここでポンってやっても打ったボールは絶対全部左行くのよ、はい、当たり前やけど、はい、それなんでかっていうとここにいるときはここに戻ってくるからもう一回ここへ戻るの、うん、でもここまで来て肘を支点に上げた瞬間支点の方がボールより後ろになるでしょ、うん、そしたらここへ、うん、ここを支点にしてリリースしてきたら当たり前やけど、うん、ダフって左に行くのね、うん、そうで、ここでまずこれは左に行ってもいいから、はい、支点を獲得するってことだけで着目してもらって、うん、ここまで上げるよね、うん、でこいつがボールの上まで来ればいいんでしょ、うんうん、そしたら回しだったらほらこれここに来たじゃん、うん、右肩が、うん、そうここまで来たら、うん、こいつを、うん、いいこれはここで上げた結果今後ろに来ただけ、はい、で肘も、うん、肘だけの時もこのままもここまで上げてこのまま戻してこうやったら左へ飛んでいくよね、はい、当たり前で支点がボールの B にあるんやから、はい、そうしたらここまで来て、うん、この時点で左にシフトするじゃん、うん、全部の支点がボールに入ったじゃん、うん、右肘もボールまで来たじゃん、うん、肩なんかもうボールの前へ出たじゃん、はい、うん、じゃあこの時点から同じように戻したったら、まあ、ハンドファーサーに当たる気賢だから全部こんなもん物理やから、うん、視点を作りながら上げていって、うん、その視点を合わせてあげる、そうボールよりも前に合わせてやればまっすぐ飛ぶに決まってんやそんな、うん、だから一個ずつ作ってけんのが分からんな思ったらここの視点ここの視点ここの視点前へ持っといて順番に戻したろって言ったら、まあ、あったのに決まってるよ、そうだからこういう丁寧さみたいなのをやっぱりアマチュアの人の練習ってのはどうしても書くのよね、だからね本当にそういうことでこれぐらい丁寧に、うん、でこれは別に今右手の話だけしてるわけやから、うん、それにこう何ループを入れてとか、うん、っていう話じゃないよ、はい、単純にいい、うん、振り子だけで考えても、うん、こういう理屈なんで、はい、こういう練習の仕方で十分、うん、十分こうこうやったって、うんうん、練習にはなるし、うん、使い方みたいなのがきれいに収まってきますよっていう話、うんうん、どうぞ。でも理屈やんか、理屈やよ、できるできるは別やん、うん、まあでもできなあかんよお前できへんならこの理屈間違ってるいうことなんで俺できんのかなっていきなり不安なんてめちゃくちゃ偉いのにさ我らやったら俺なんぼでもできそうな気がするけどと思うけどこんな偉いめっちゃ失敗するちょっと待って、うん、そもそも俺これがこうなるのが振り子やわってイメージはしやすいんさ、うん、でもこんなん打てんよ、打てんよね、うん、そこで帰ってから打てんよ、帰っとんの、うん、なるべく振り子に近くしようと思ってもならへん、ならんよね、ほら、ならんよね、なら絶対ならへん、絶対ならんよねしたいんやけどな、したいんやけどなんで、で、ここや、うん、ここまで、うん、でこれもさ戻すだけでいい、あ、分かった、あ、そういうこと、戻すだけな、うん、戻すだけ、そうそうそう、で、これで本来は戻すだけやったら絶対左に引っかかるのおかしいよね、理屈で考えたら、そうならんのおかしいよね、そうなるもん、うん、だけどならんとこと体がやってまうやな、なるもん、うん、そうなるよね、うん、はい、これじゃあ
これをちょっと合わすだけでもまっすぐいけるちょ。例えばそこの振り子だけで左にシフトしてみる。肘までの振り子だけを獲得したい前提、左にシフトしたらまっすぐになるよ。なるな。そう、まあ、理屈やん。振り子だって指定のポジションボールの前までだったらまっすぐなる決まっとるやん。それがどんだけ肩ここだけの動きであって、どんだけ上がろうが、ああ、逃げた。だからシフトとリリースのタイミングを間違えるとああいうことにもなるよね。うん、こうやってこうやってやればまっすぐになるな。うん、肩まで入れて。ちょっと待ってな。あ、いっとる。自分で分かる。いっとるいっとる。ボールまでいってる。で前へシフト。で前へシフトしてから振り戻し。あ、もうやるの。うん。最初に順番に。まず順番にまず肩までいったら振り戻す戻す。はい。ほら、シャンプしたりするやろ。あーこ。あーこ。あー届かへん。届かへんやろ。うん。だからシフトせない感じ話になるよね。ああ。ちゃう。え？ちゃんとこれ順番に行きな。なんでいきなりそこでオリジナルが発生してるの。分からんくなったやん。ここを合わせなあかんって思ってた。順番で。ボールは逃げてかへん。ゆっくり行け。こう？うん。ああ、でも分かった。もういいよ。もうできる。ここから。うん、できやよね。なんじゃこりゃ。はい。できやなあかんねん、できへんじゃん。そう、できやよね。できやなあかんねん、これが。できやね。できや。はい。あ、わかった。あ、本当に？もうできる。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 ほら。何がわかった？え？何がわかった？またかも。え？ああ、ああ、ちょっと入れたんと、あまり誇張するとやめる。でもカモメ、カモメはね、この際カモメってあんま実はいらんねん。カモメってさ、結局さ、あってもいい。結局さ、うん、したいやんかな、俺は。うん、でも今またカモメしたのにシャンクしたやから。うん、いやでもカモメはええよ、ええとこ気づいたよね。ええこと気づいた。でもカモメ選手を思わんくても、カモメになるし当たんねんっていう話をしたいの。どういうこと？もう全然わからない。いや、振り子が、俺、振り子っていうイメージがわからんのさ。振り子っていうのに頭に入れると、うん、全くスイングがイメージできない。だって振り子じゃん、まず。それがわからんねん、俺。それ振り子に見えへんねん。なんせ。あ、それは振り子や。振り子やん。それは振り子。振り子やね。それは振り子。これはもうできるだけローテーションをなくしましたっていう振り子じゃん、これ、うん、これ振り子やね、うん、でもこの振り子じゃ打てるわけないじゃん。ローテーションを入れた振り子にならないと、ここで、うん、それな。そうで、これがいい。ここで実はもう立つよ、つまずいてないけど、うん、なんでつまずいてるかっていうと、うん、グレップの中に振り子ができるように、例えば手首をこうやって動かすとき、手首でこうやって最初こうやって動かすんですよね。うん、っていうことは手首が支点になってるってことは、うん、手首じゃないところで動かしてりゃおかしいわけよ。そうなの。うん。だってまずここまで、じゃあ手首でいって、これはここに肘で揃ったよね。あ、揃った。揃ったよね。っていうことは、あ、ごめん、手首じゃないところで動かすんじゃなくて、手首で動かしたときに、うん、作用するところがちゃんとないといかんわけよ。うん、だから肘で揃えるよね。うん、で肘で上げてきたらさ、作用、今度肘で動かすことで作用するところは手首じゃん、うん、ね、うん、でそれを肩まで持ってきたよね、うん、で肩まで持ってきた時に作用するのは肘と手首じゃん、うん、と手首でやる時に作用させるところが作用しないグリップの仕方をしてるから、ここで打てないの。そうなん。そう、要するに手首に到達するまでに、うん、ここに一つ関節があるやん、はい、1、2、3、はい、4つ関節なんで、うん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 、それで達人はここで握ってもらってるから、ここの関節を使えないの。いやいや、俺ここで握ってへんって。え？握ってへんって。そうなん？
ここでやろ。まず握りやん、握りやん。うん、ほらやってみ。じゃあ俺こうやで。ここやもん。こうやで。そうやね。うん。改めてそこで握り直してやってみ。ええー。いやいや、もう本当にこれは自覚しとるかどうかなよ。こうはないよ。うん。手首だけ。うん。さっきより打てたやろ。じゃあ。それはさ、うん、僕はやっとったのはさ、うん、これが打てんよっていう話なんですよ、俺分かる。うん、まあでも、振り子ってこうやん、うん、ヒンジアンヒンジやろ、うん、それにローテーションをナチュラルに入れてこない。ヒンジアンヒンジが俺の中では全然意味合いが、そう、ローテーション入れやんことに基本的に当たらんよっていうのが言いたいんですよな。そうよ。でも、いいよ、もう一回、さっき打てやんだよね。うん。うん。スイングサイズアップしてて、どんどんやってみ。まさに治る？いや、だって、そうやって握ってなかったもん。ほんと。へぇ。ほんと握ってなかった。ほんとに？ここなんだ。握ってないよ。それだもんな、深い。でもな。深い、深い。俺、気持ち悪いのがさ、うん、あんまり言わんとこ。何違う。俺これクラブさ、俺なんで嫌なんかって言ったらさ、うん、バックライン入ってる、うん、握りにくでしょ。ああ、それはあるね。俺バックラインなしで頼んだのにバックライン入れてよって、うん、これもう俺の中でこれ気持ち悪い、うん、これも気持ち悪い、ね、あ、ちょっと待って、あ、これぐらいにしようか。無理って。無理ない。なんかもうそのちょっと待って、こうやってこうやって、ほら今見てみ、これほらほらほら、もう入っとるやろ、ここ。うん、入っとるやん、ほら、ここまで、ここでこうなの。当たり前や乗るやん。何が無理やん。乗るやん、このバックラインからずれてくもん。ずれへんって。そや、もうだってこれなんかもう真っ黒っ。そうだ、ずれるやろっていうの。うん、だから最初ここで持ってへん。ここを持ってるからずれるの決まってんじゃん。そうなん、肘も外れるやん。そうなん。そうやよ。ほら、肘外れる。分からん分からん、俺全然分からん。分からんね。全然分からん。分からんと思う。あの、分からんと思う。自覚ないもん。うん、こうじゃん。うん、これこれ、ここ分かる。これこんだけ遊んでね。分かる。うん、こんだけ遊んでね。ここ行った時、うん、こんだけ遊んでんねん。こんだけ遊んでんねん。めっちゃ遊んでる。そう。あ！そうか。そこまで遊ばなあかんねや。うん。あ！ああ怖。ああ怖。マジか。うん、マジマジ。ほら。だからそういうこと、そういうこと、だから言うてやん、もうこんなこと握っとる、握っとるやん、どうみたいな、うん、俺はそんなことしてない、しとったやん、しとったな、うん、じゃあここではしてへんだもん、うん、ここではしてん、ここではしてん、ええねん、もう全然ここ、こうなら、うん、ええねん、もう俺だって年がら年中そんなのばっかりやっとんねん、やっとるよって言ってない、ほんまや、絶対私はやってません、やっとるちの、ほんまや、やっとるわここ、うん、やっとんの。そう。そう、打てたよ。じゃあ、そうか。そう。大丈夫。じゃあ俺、なんか分かった気がする。じゃあ、でもな。あ、こう。へぇ、うん、でも、今こう、一気に行こうとしたじゃん。当たり前やけど、これももちろんやけど、練習いんねん。ちょっと待って、分かった。練習がいいの。ほんちょっと待って、俺もうあかん、全然ちゃうこと言って何それ、全然親指くんになるやん。何が右手の右手は何。だって親指くんがかからんことにはそんなんなれへんもん。ここでは親指くん、それに決まっとるやん。あ、親指くんがええの。うん、ここは親指くんちょうどいい。ここでは本当は人差し指くんの付け根くんやねん。あ、そうや、こうやん。そうや、人差し指くんの付け根くんや。そう、親指くんは乗ってへんわ、乗ってへんわ。そう、親指くんは人差し指くんの付け根の助けはしとるよ。あ、そう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 、そう。でもここでも別に親指くん
僕は君いらないよって言ったところで、そんな切ちょ、そんな切ないこと言うなよって言われたところで、だっていらんもん。ああ、そうだ。そう。俺にもちょっとぐらい助けを、なんか俺にもちょっと役目をくれよみたいなこと言うてくるから、もうしゃーないで、ほなまあちょっとぐらいやねっていう。ああ、そう、僕その練習しよう、その掴み方。俺永遠とそれ。レッスン動画右手の形打ちするときはずっとそれ当たり前やそれを言ってんねんだからそこではそこではなるもんそう不安なんねん当てる言うとたもんなそうそもそも恨み違うのときになんで大事って言うとったら心隙間に言うとった言うとったやめてっていう話したやな言うとったそのグリップで言うとったやだなもう当たらんよ言うとったはいまああのね富士山ゴルフはね全部ちゃんとやってくれたらねもう本当に誰でもゴルフが上手くなるように構成されてるのちゃんとするもうちょっともう大体ねこうなんていうのかなもうちょっと愚痴言うとねこれだけで上手くなるっていうサムネで見るんやろうけどならんぞゴルフ舐めるなよっていう感じはい、はい